こんにちは。今日は朝日もで、このたくさん買ったこのガマ口の大きいものですね。これ20センチですね。20.5。これを使って、朝日もでできるかなってちょっと一回やってみたかったっていうのもあるし、ちょっとやっていこうと思うんですよね。で、できなかったら、この入らなかったら、なんか、アクリル毛糸とかもまだ残ってるので、それを組み合わせてつけていこうと思うんですよね。で、ここぺったんこで始めようと思ったんですけど、ぺったんこにするとこっちとこっちに分けてここを編まなきゃいけなかった。そこをこういうね、カーブにして編むのがちょっと難しいなって思うので、まあ角張ってもつけれると思うんですけど、まあそこをこの形で編んでいこうと思うんですよね。なのでだいたいこれぐらいかなって思うのでまた適当なんですけど、まあこれぐらいこう鎖編みをしていきますね。で、10号でやっていきます。で、コクヨの麻紐ですね、これを使っていきます。で、このコクヨの麻紐とこの山口は下の楽天ルームに載せているので、よかったら見てみてください。で、こういう風にね、まあちょっと大きめにできても可愛いと思うんですよね。3、4、5、6、7ぐらいでいこうかなと思います7で立ち上がり1つで裏を拾っていきますね。で、ちょっとね、斜め掛けバッグにしようか、まあハンドバッグにしようかちょっと迷ってるんですけど、まあどっちでも可愛いと思うんですけどね。こうやってね、裏山を拾っていきますね。拾っていって、糸が太いからね、割と早くできると思うんですよね。いろんな糸でやってみたいですね、このガマ口で。最後は同じところに3個ですね。3個して、で、ここは1個ずつ拾っていきますね。こういうふうに拾っていって、で、そうですね、本当にできるかどうかわからない状態で始まってるんですけど、いつもねこう適当で始まってこう取り始めてるんですけど、できなかったらもうボツでっていう感じで私はやってるんですよね。で、できたら、まあこうやって喋ってるのもねボツになったら無駄になるんですけど、できたら動画上げてるって感じでやってます。だからこれが流れてるってことはできてるってことなのかなっていう、そういう感じで見ていただければと思います。最後に2個入れてますね。で、一番最初の細編みの頭、ここに引き抜いて立ち上がり1つで、また交互に編んでいった方がいいと思うんですけどね。まあでもややこしくなるから、まあ同じ方向でいきますかね。1、2して、一応数数えてるので、ここ1回目、だからここは細編み5かな。1、2、3、4、5、7つして立ち上がりしたじゃないですか。で、7つしたっていうのは、今5になってるっていうのは、両端のこの細編みが2つ加わってるから7なんですよね。だから本当は5なんですよ。だからこれで合ってるなってなって、で、一番最後のここに細編み同じところに2つ。で、次も同じところに2つ。
次も同じところに2つ。で、ここからまた細編み5ですね。1、2、3、4、5ってやったら、次はこことここに同じところに細編みを2つ入れて2段目完成ですね。1、2、3、4で、ここ引き抜きで立ち上がりで細編みの頭、ここに針を入れて引き抜いて立ち上がり1つで、この時点でちょっと入れてみてもいいですよね。入るかなってで、この時点でね、あの麻紐のまんま全部やりたいわって方はね、まあこれ私は入らないと思うんですよね。だから入らないから、もうじゃあやめようとか思うのもありだと思うんですよ。私はこういう風に入らなかった場合は、まあ、最後でね違う糸を持ってきてちょっと入れようかなと思うので、まあ、このまま進めていきますね。で、根元に細編みを出すところに2つ入れます。まあ、こういうのは取っていった方がいいですよね。後で取るのは難しいんで、まあ、取れないことはないんですけど、ここ2つ入れて、で、ここから細編みを7、1、これは増えていきますね。2、3、4、5、6、7しますね。そしたらここを同じところに細編みを2、1、2、そしたら次は細編みを1、そしたら次は細編みを同じところに2、1、2、そしたら次も同じところに細編みを2、こうやってやっていきます。で、次はまた7ですね。7細編みをしていきます。じゃあ7やってきました。そしたらその次は細編み同じところに2つ、1、2入れて、で、次も同じところに細編みを2つ、1、2入れて、最後は細編み1つで終わります。で、ここは引き抜きなので立ち上がりで最初の細編みの頭、ここに針を刺して引き抜いて、これで3段目終わりました。そしたら次は根元に細編みをまた2、1、2入れますね。そしたらさっき7だったんで、次は9ですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9ってやったら、次は同じところに細編みを2つ、2つしたら次は細編み1つ、そしたら次は細編みを同じところに2つ、そしたら次は1つで、次は同じところに細編みを2つっていう感じで広げていきます。で、次はまた9ですね。9細編みをしていきます。9やってきました。9やったら次は同じところに細編みを2つ、1、2、そしたら次は細編み1つ、そしたら次は同じところに細編みを2つ、これで、で、最後は同じ、ここに1つですね。これで終わります。今4段目かな。4段目。で、
で最初の細編みの頭に5針を入れて4段目終わります。そしたら次5段目、根元から細編みを2つ入れて、でさっき細編み9だったので次は2つ増えて11やっていきます。11やってきました。そしたら次は同じところに細編み2つ、1、2、したら次は1、2、1つずつ細編みします。1、2、そしたら次は同じところに細編みを1つ、2つ2つ入れて、次は細編み1つ、そしたら次は同じところに細編み2つ、それでまたこの段増えましたね。ここでまた11細編みをしていきます。やっぱりグニャってなるのかな、これは。11やっていきます、はい、細編みを11やってきました。そしたら次は同じところに細編み2つ、1、2、そしたら次は細編み1つ、そしたら次は同じところに細編み2つ、1、2、そしたら1、2って最後1つずつ入れます。1、2、そしたら最初の細編みの頭ここですよね。ここに針を引き抜いて立ち上がり1つ、これで1、2、3、4、5段目で、次6段目、根元に細編み同じところに2つ、必ず最初は細編み2つで始まりますね。で最初さっき11編んだので2個増えて13細編みをしていきます。細編み13やってきました。そしたら次は同じところに細編み2つ、1、2編んだら次は1、2、1つずつ細編みします。1、2、そしたら次は同じところに細編みを2つ、1、2、そしたら次は1、2、1つずつ細編みします。だんだん編みにくくなってくるんですけどね、いきなり大きくなってくるから。2、そしたら次は同じところに細編みを2つ、1、2、そしたらまたここから13細編みをしていきます。はい、13やってきました。そしたら次は同じところに細編み2つ、1、2、そしたら次は1、2細編みを1つずつ入れていきますね。1、2、そしたら次は同じところに細編みを2つで増やします。1、2、そしたら最後は1、2、1つずつを入れて半段終わりますね。これ6段目でしたっけ。6段目ですね。立ち上がり1つ、1、2、3、4、5、6 一周長いから忘れちゃうんですよね、どこ何段までやったか。で根元で同じところに2つ細編みしますね。そしたらさっき13細編みして、そこからプラス2増えるので15細編みをしていきます。はい、15やってきました。そしたら次は同じところに細編み2つ、そしたら次は1、2、3、1つずつ細編みします。1、2、3、そしたら同じところに次は細編み2つ、1、2、そしたら次は細編み1、2、1つずつしますね。1、2、そしたら次は同じところに細編み2つ、それでまた増やしていきましたね。で次はまた細編みを15やっていきます。15を編んできました。そしたら次は同じところに2つ細編みします。で次は1、2細編みを1つずつ入れます。1、2、そ
したら次は同じところに細編みを2つ入れます。12。そしたら最後は123細編みを1つずつしてこの段を終わりにしますね。123。そしたらさらしの細編みの頭、ここに針を入れて7段目123、7段目、あれ123456、7段目。次8段目、根元に細編みを2つ入れます。そしたらさっき15をやってきたので次は17細編みをやっていきます。7細編みしてきました。そしたら次は細編みを同じところに2つ、1、2。そしたら次は1、2、3細編みを1つずつ入れますね。1、2、3。そしたら次は同じところに細編み2つ、1、2。そしたら1、2、3次を1つずつ入れます。1、2、3。次は同じところに細編み2つ、2つしたらまた次は細編みを17やっていきます。はい、17やってきました。そしたら細編みを同じところに2つ、2つやったら1、2、3細編みを1つずつ入れます。1、2、3。そしたらここに次は同じところに2つ細編みします。1、2。じゃあ最後はまた1、2、3一つずつ細編みします。1、2、3。じゃあ最初の細編みの頭、ここに針を入れて引き抜きます。でこれでちょっと見てみますね。まあ、いい感じに広がってきてるんですけど、もうちょっとかなって思うんですよね。でもちょっと小さめで、まあ1段こう増し目なしでやったらちょっと広がると思ってるんで、私はだからそれで、まあ、ここまでにしとこうかなと思います。結局 1、2、3、4、5、6、7、8 8段ですね。まあここまでちょっと長かったのでまた別にしようかなと思います。この楕円の編み方っていうので残しておこうかなと思います。でこの続きはまた次の動画でやっていこうと思います。今日も最後まで見てくださりありがとうございます。